お久しぶりでございます。どうも、大道です。はい、というわけでですね、本日6月29日月曜日ということで、ほぼ1ヶ月ぶりの動画更新になります。5月、6月、ちょっと忙しくてですね、なかなか動画を出せていなかった、出せないっていうことがもう分かっていたので、ちょっとこれは一回 Twitter、YouTube、いろんな SNS から離れてみようと。多分、あったら出しちゃうと思うんで、出したくなっちゃうと思うんで、一回離れようと思って、離れたらこういう結果になりました。はい。まあね、理由はいくつかあります。正直その、モチベーション的なものもないというか、あんまりちょっと、明るい要素がなかったっていうのもあったし、まあそもそも僕の、取り扱えるような情報が、この時期なかった。っていうのがあった。で、もう一つなんですけれども、やっぱりこのご時世ですよ。なかなかグループとしても活動ができないような状況で、SNS だけ見てると、やれ文春とか、なんか変な噂とか、いろんななんか嫌な情報ばっかり出てくるんですよね。で、こればっかり見てるとなんかね、もう自分、なんかすげえ嫌な気持ちになっちゃうと思ったんで、これはなんか一回見ない方がいいのかなと思って、ちょっとお休みをいただいておりました。まあ、結膜炎になったり、なんか親知らずがね、痛くなったりっていうこともあったんですけれども、一応元気です、普通に。はい。っていう感じなんで、まあ、これからも、普通にやっていこうと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。まあ、それこそ映画とかね、そういう系の情報だったりとかっていうのが出次第また動画出せると思いますので、まあ、とりあえずはちょっと、まあお待ちください。はい。待ってる方がどれぐらいか分かりませんけれども、はい。というわけでですね、ちょっと今日何喋っていくかと言いますと、これなんです。はい。ローソンでですね、今年もなんと、欅坂46、日向坂46キャンペーン実施決定でございます。はい。今年もやってきました。この時期ですね、夏毎年やっておりますけれども、まあ、今年どうなるか分かんなかったですけど、無事開催されるみたいですね。で、ちょっと詳細をこの動画で見ていこうと思ったんですけれども、2020年7月29日水曜日スタート、詳細後日発表ということでですね、ちょっとこの段階で喋れることがなかったんで、とりあえずこれだけなんですよ。はい。で、申し訳ございません。まあ、今日はちょっとリハビリということで軽めの動画にさせてください。で、ですね、まあ、今回は欅日向同時にやるということで、今までそのグループが変わってから同時にやるってことはなくなってましたね。ここが初めてかな。いわゆる違うグループで同じキャンペーンでやるっていうのは、ここで初めてだったんで、まあ、なんかこれも余計な戦争とか起こんなくて済むんじゃないかなと思いますけれども、まあ、ね、参考までに去年、一昨年ですね、どんなキャンペーンがあったかっていうのをちょっとまた思い出していこうと思うんですけれども、まずですね、このローソンと欅が本格的に組み出したのが、多分ですけど2018年頃だったと思うんですよね、僕の思うに。なんかローチケ選考とかって始まったのが、その辺の欅の2018年の前通とかだったと思うんで、まあ、その辺から欅とローソンは割となんか密接な関係にあるんですけれども、まずは夏ですね。確か2018年夏、欅坂46くじというものがローソンで始まりまして、その時はひらがな欅もいたんで、欅坂ひらがな欅で一番くじがありました。ロット買いすると5万円ぐらいかなぐらい、結構そこそこな値段するやつだったんですけれども、そういうのがあったと。で、そこからですね、まあ、秋冬にかけて、欅瀬の、コラボがいくつかありましたよね。例えば、欅坂の、コラボパンがあったりとか、あとは、なんだったかななんか、アクリルチャームとか、欅瀬系のグッズっていうのも、まあ、ちょっといくつか出たりとかしてましたね。で、他にはですね、まあ、2019年になると、ちょうど多分、ほぼ1年前とかだと思うんですけれども、欅の奇跡くじ、欅瀬の一番くじが始まったりとかもしてましたね。この多分この時期だったんじゃないかな、確か。はい。で、そうですね、まあ、直近だと、日向坂の、キャンペーンが今年3月、4月ぐらいにありましたね。D ポイントを使って、ポイント貯めて、それで、なんか、サインとか、サインもあったっけな？なんかイベントに応募するみたいなものがあって。僕も一応何枚か投げてみたんだけど全部外れちゃってっていうこともあったんで、まあ、結構そういうまあ、欅のグッズが、欅日向のグッズが出るっていうよりかは商品を買わせてそれのキャンペーンっていうシステムもありました。
で、まあ、今回どうなるかっていうと、正直な話、そのね、3月4月の日向のやつって、やっぱりコロナの状況下でなかなか外に外出もできない状態で、あんまりお客さんとかがコンビニに群がるっていう状況も考えての多分ああいうキャンペーンだったと思うんですよね。だから今回は、まあ、ちょっと今は若干ね感染者も増えてますけれども、自宅、まあそういう外出るなみたいな自粛みたいなムードでもないので、まあ、もしかしたら、エンタメくじとか他にでもどういう、まあ、グッズですよ、オリジナルグッズが出たりとかする可能性も、まあ、クリアファイルっていうのも昔あったんで、そういうのも出るかもしれませんということを考えるとね、ちょっと結構楽しみではありますね。このなんかね、詳細は後日発表っていうシステムを僕はあんまり今まで見てこなかったんで、ちょっとだいぶ新鮮なんですけれども、まあ、どういうものが来るのかちょっと楽しみに待ちたいと思います。はい、というわけで、まああらかた喋ってきましたけどね、まさかここまで情報がないと思ってなかったんで。まあでもね、一応今回は緊急報告も含めた動画で、多分今後出していくのはそういうローソンのキャンペーンに関係する結構細かめの動画も出していけると思いますので、お待ちいただければというふうに思っております。で、本当わかんない状況ですけれどもね、日向のドームとか、まあ今年はないのかなと思ってますけど、延期だといいなと思っております。せめてね、中止はやめてほしいなと。別にモチベないだろうお前って言われてますけど、まあ一時よりはないですよ。ただゼロなわけじゃないんで、多分ライブとかね、握手会とか行けば絶対戻るもんなんでっていうのを僕はもう自分の性格の中で分かってるので、はい、その辺はもうおとなしく待ちたいと思います。はい、というわけで今日はこんな感じで終わりにしたいと思います。今後ともよろしくお願いします。おみきでございました。